徳島県南部に位置する那賀町。町を東西に貫く那賀川の上流部は江戸時代から木材の産地でした。明治以降、村の名前を取った木頭林業の名は全国的に知られるようになりました。川幅の狭い上流では木材を一本ごとに流す方法が取られていました。そこから丸太の一本乗りという技能が生まれました。那賀町では昭和30年代後半、ダムができ木材がトラック輸送になるまで丸太の一本乗りが行われていました。僕らはまだ本当に中学校3年生、昭和37年卒業よ。この当時でもまだここまで長い川は一面木だらけなかったんだよ。これやけどそんなこんな抜くじゃけなかったな。寒い3月だよ、あれ氷に張っとる自分な。一日終わったら他から下に家あったわ。今この人はあの財務部に乗って戻ってきたって、道歩くより早いって徳島県だけの一本の道はなかったけんの、ここだけの全国でな、全国で回らへんせないかんの。とにかくそれとあの一番難しいのは、あの何だろう、水を読み切ること。平成30年8月5日、木頭杉一本乗り大会が開かれました。失われゆく技の伝承と町おこしを目的に、昭和60年に第1回大会が開かれて以来、この年で31回目を迎えました。受付を済ませた大会参加者はライセンス用の写真を撮ります。参加者には木頭杉を乗りこなした距離によって10級から名人までのライセンスが与えられます。午前中は参加者の練習時間です。丸太に立つだけでも一苦労です。よいしょよいしょ、丸太の中央よりやや後ろに立ち、左右の足をうまく踏ん張って回転させないことがコツです。竹竿はボートでいうオールの役割をします。竹竿だけで舵を取り、体のバランスを取ります。那賀川の清流に豪快に飛び込むのも大会の魅力の一つです。午後、いよいよライセンス取得審査会が開かれました。緊張しますとりあえず恥をかかないように頑張りますまずは初級、中級コースです。コース全長は50メートル。丸太に立つだけの10球から始まり、進んだ距離によって投球が上がります。去年ね、1回出たんですけど、その時ちょっと10メートルやったんですけど、で今年ちょっと結果残したいなと思ったんですけど、いけるかなと思ってやったんですけど、いけまして、ちょっとびっくりしました、自分で。やった、上級コースも頑張ります
この日初級中級コースを乗り切ったのは4名。4級が与えられるとともに上級コースへの挑戦権が与えられます。上級コースは4級以上の資格を持つ参加者が挑戦できます。まずは名人による模範演技です。流れの速い場所から緩やかな場所への変わり目が難所です。流れの変わる場所で多くの参加者がリタイアとなりました。あとちょっとでした。あと20メートルぐらいです。丸太に乗ることってなかなか普段できない経験と思うんですけど、すごく楽しいです。自然をもう満喫できるスポーツというかイベントやなと思います。この日上級コースを乗り切ったのは1名でした。大会のフィナーレ、名人コースです。上級コースを乗り切ったことがある一級取得者が挑戦できます。時に名人でも落下するほどの急流です。皆さんも名人コースに挑戦する方はこれも大変なんだなっていうのをよくご覧になっていてください。井村名人の貫禄の乗りこなしです。このコースを乗り切ると名人の称号が与えられます。2018年現在、名人のライセンスを持つのはわずか16名です。この年、残念ながら名人は誕生しませんでした。もう仕事があっという間で終わるな。もう今本当にもっと変わったようなやり方をしてみようかなと思って、堀川財務とお流しして、そういうから町を絶対になった。地域の技の伝承と町おこしのために誰もが参加できる体験型イベントとして開催され、人気を博していることが評価され、祈祷杉一本乗り大会は第22回ふるさとイベント大賞ふるさときらり賞を受賞しました。祈祷杉一本乗り大会のキャッチコピーはみんなでガロになろうです。ガロとは土地の言葉でカッパのこと。皆さん、中川の清流でガロになりませんか？